扉一つない部屋、身の毛もよだつ不気味な響きが館の中に広がる。ろうそくの炎が風もないのに揺れ動く。ほら、そこにもここにも亡霊たちが。諸君の恐れおののく姿を見て、彼らは喜びの笑みを浮かべているのだ。さあもっと奥へ。後ろの方のためにもうちょっと詰めてもらえるかな。もう引き返すことはできませんぞ。すべてはここから始まる。まずは私の一族を見るがいい。この魅力的な姿を。この不思議な気配を諸君は感じただろうか。部屋が伸びているのか、それとも諸君の目の錯覚なのか。よく見るがいい。この部屋には窓も扉も全くない。慌ててももう遅い。果たして諸君はこの部屋から出ることができるかな。私ならこうやって出るやな。これは失礼。脅かすつもりじゃなかったんだが。まだこれはほんの序の口。本物の恐怖はこれから、これから。さあ案内するとしよう。みんな一緒についてくるがいい。この乗り物が諸君を恐怖の世界へ案内する。さあ諦めて乗りたまえ。安全のため途中で立ち上がったり手や足を乗り物の外に出したりしないでほしい。そしてお子様からは決して目を離さないように。セーフティーバーに座ってはいけない。それを引くのは私の役目。動き出しても決して立ち上がらぬように。そうすれば亡霊たちは喜んで諸君を迎えるのです。もう一つ、絶対にフラッシュを使わないでほしい。亡霊たちは強い光が好きではないのです。焼けつくような暑さになったり、嬉しいくらいする。
there be music from regions beyond. Wizards and witches, wherever you dwell, give us a hint by ringing the bell. さあ、足元に気をつけて。